さんこんにちは。今回の動画なんですけれども、誰でも簡単にできる綺麗な裏声の出し方について解説していきたいと思います。イエーイ。はい、裏声っていうのはいろんな種類があるんですけど、今回はですね、一番皆さんからの質問お悩みが多かったファルセット裏声の出し方について伝授していきたいと思います。ファルセットの出し方なんですけれども、とても分かりやすい参考文献見つけましたので、こちらからですね引用させていただいております。さらにですね、その内容に加えて私が意識している部分を含めてめちゃくちゃ分かりやすく解説していけたらなと思っています。この動画がいいな、ためになるなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録お待ちしております。それでは行きましょう。どうぞ。はい、それでは解説していきたいと思います。まずファルセットって何かと言いますと、息漏れが多く芯のない弱々しい裏声のことです。シャルルという楽曲からね、実際に歌ってみたいと思います。愛を歌って歌って、はい、ここのねてーの、このてーの部分がファルセットになっています。歌の中でファルセット裏声っていうのはすごくたくさん使われています。このテクニックができると歌唱力アップにつながると思うので、ぜひねチャレンジしてみてください。まずはじめに、裏声自体が全く出せない人が取り組むべき練習方法をご紹介していきます。1番目、一定以上の高い声を出そうとすると喉が詰まってしまって裏声に抜けないタイプ。裏声を発声するためには声帯を緩く閉じる必要があるんですけど、高い音を出そうと力んでしまうと声帯が強く閉じすぎてしまいます。はい、そして声帯を強く閉じすぎると次のように喉が詰まったような感じになってしまって、うまく裏声に抜けることができません。こんな感じです。このようなタイプの人はリップロールって聞いたことありますか？リップロールっていう練習を利用して地声から裏声に抜ける練習をするのが効果的です。リップロールには脱力を促して声帯の閉じ具合を緩める効果があるんです。唇を緩めて軽く閉じて唇をプルプルと振動させながら声を出します。みんなこんな声出ますか？指で両頬を持ち上げながら練習するとやりやすくなります。こんな感じでやってみてください。はい、そして2番目、裏声を出そうとするとささやき声になってしまって音にならないタイプ。地声から裏声にひっくり返すと声帯がうまく閉じず声帯の振動が起こらなくなってしまうタイプです。このような声になります。はぁ、はい、このようなタイプの方は次の録音のように一度息を吸いながら、ここね重要です。息を吸いながら裏声を出してみてください。勢いよく吸いすぎたりすると声帯が閉じすぎてしまうので柔らかく吸うのがコツです。ちょっと難しいかもしれないですがやってみてください。こんな感じです。はい、そして息を吸いながら裏声を出すことができたら、今度はそれをお手本に息を吐いて裏声を出してみます。次のように吸って吐いてと交互に練習することで感覚をつかみやすくなります。ほぉ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 。さて続いて、裏声を出しやすくするためのポイント。ここすごい重要でめちゃくちゃ勉強になりますのでね、ご紹介していきたいと思います。まず1つ目、声帯が開きやすい言葉で発声練習。声帯が開きやすい子音と母音を組み合わせた言葉で発声練習することでファルセットが出しやすくなります。声帯が開きやすい子音の代表例としては H、 声帯が開きやすい母音としてう、おがありますので、そちらを組み合わせてこんな感じ、ふぅ、またはほう、ふう、ほうで発音を練習します。これ後ほどやっていきますので、今はね、あ、そんな感じで発音したらいいんやみたいな感じで聞いててください。そして2番目、息の量を多めにして発声練習。ファルセットするときって息の量を多めにしないとファルセットの音ね出にくくなりますので、しっかりと息を吸って、そして息の量を多めにしてやってあげると良くなりますので、こちらもね後ほどトレーニングしていきたいと思います。そして3つ目、小さな声で発声練習。ファルセットっていうのって大きい声で出すと裏返ってしまったりとか、あと変な音に、ね、なることがすごく多いです。愛を歌ってみたいな、ちょっと行き過ぎてしまうので、あんまりね大きくやらずにちょっとちっちゃめの声で発声練習してあげるといいかなと思います。はい、そして4つ目、リラックスして発声練習。はい、喉がね力んでしまうとファルセットって出にくくなります。肩の力を抜いてリラックスして発声練習してみてください。それではこれまでのポイントを押さえて次のように発声練習していきましょう。ため息をイメージして楽に声を出すようにしてみてください。ため息ですよ。ふぅ、ほぅ。このね、男性の方でもしで私が発声した音が高かった場合はですね、出しやすい声でやってみてください。ふぅ、ほぅ。
そして5つ目、日常生活で無意識に使っている裏声にヒントを得る。私たちはですね、知らず知らずのうちに裏声をね、使っています。例えば、はーっていうあくびだったり、ライブ会場でね、やります。ふーっていうね、声援だったり、ほっと一息つくときの、ふー、ふーっていう、これもですね、実はね、裏声になるんですね。また、鼻歌で裏声を使っている方も多いかもしれません。日常生活で裏声を使っている場面を見つけたら、それをお手本に発声練習してみるのもいいかと思います。そして、6つ目、裏声を出している映像をたくさん見る。スポーツの世界でよく聞きますが、理屈をたくさん勉強するよりも、実際にね、プレイしている人の映像を繰り返し見る方が上達が早いことがあります。ボイストレーニングも同じで、うまく発声している人の映像をたくさん見ると、突然できるようになることがあります。裏声についてもたくさん裏声を使う歌手の映像、例えばライブなどを見ると、突然でコツがつかめることもありますので、たくさんね、うまいアーティスト見るようにしましょう。私もですね、上手なアーティストさんの音楽を聴いていると、カラオケに行った時に突然ねできるようになったことがあったので、すごくおすすめです。そして7つ目、地声と裏声を交互に出す。ここね、とても重要なトレーニングになります。裏声が出せるようになったら、地声と裏声を交互に発声して裏声を出す感覚を覚えましょう。繰り返し練習することで、いつでも裏声を出せるようになっていきます。次の録音を使って、私の声に続いて地声と裏声を交互に出す練習をしてみてください。あーはーいーいーうーうーえーえーおーさあ、いかがでしたでしょうか。皆さんできましたか。もしこのやり方ができるようになった方は、実際に楽曲を使って練習していきましょう。例えばシャルルという楽曲は、地声からファルセットの典型的な楽曲です。愛を歌って、のての部分をファルセットにします。キーはそれぞれ違うと思うので、歌いやすいキーで歌ってみてください。歌いやすいキーって言われるとね、難しく感じる方もいると思うんですけど、キーボード持ってない方でも全然大丈夫です。今ね、携帯のアプリでピアノのアプリたくさんね出てますので、ぜひねピアノのアプリをダウンロードしてみてください。そこでオクターブの愛を歌って、ドートみたいな感じで歌ってみます。こんな感じです。愛を歌って、歌って、ちょっと高いかなという方は1個下げて、愛を歌って、歌って、はい、これでもちょっと高いかなという方は下げていきます。愛を歌って、歌ってっていう感じで、ご自身の音域に合った音でぜひ練習してみてください。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思ってくださった方は、いいね、そしてチャンネル登録、そしてツイッターのフォローお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。